女優の剛力彩芽、25、が27日、所属事務所を通じ、ファッション通販サイト、ZOZOT.on を運営するスタートトゥデイの前澤友作氏、42、との、真剣交際、を宣言した。剛力彩芽、女性セブン、で、車中デート、が報じられ、前澤氏は自身のツイッターで、マネージャー風を装って、彼女のカバン持って後ろ歩いてみたけど、まあバレたよね。ただ真剣ですよ。ちなみに昔からファンでした。剛力の所属事務所に確認したところ、真剣にお付き合いしていると聞いております、と交際関係であることを認めた。昨年末のインタビューでは、常にワクワクしていたい。2018年もとにかく楽しめる一年にしたいです。そして、自分が思っていることが実現できたらいいな。プロデュース、みたいに大きなことは言えないんですが、そういう企画を考えたり、新しいことにチャレンジしていきたいと思います、と今年の抱負を語っていた剛力。所属するオスカープロモーションでは、25歳まで恋愛禁止、というくら、玉のルールがあると言われており、剛力は、25歳ですから、そこは挑戦していきたいですよ。25歳になって、ハイドン、とはならないでしょうけど。楽しみにはしてましたけど、そこは理想と現実にギャップがありました。2017年1、7月開催イベント、と吐露していたが、前澤氏との熱愛でその理想が現実となった。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。